おはようございます。勝則です。2024年10月17日、玉ひもの紐だけを使ったすき焼き、鶏もつのすき焼きを作っていきます。何品目になるかは、ちょっと実験的なことをちょっと何品かやりたいのでわからないんですが、作って食べていきますので、最後まで見ていってください。材料からです。材料、玉ひもの紐の部分だけ使います。で、普通は茹でこぼしたりして、下茹でして臭みを取ったりぬめりを取ったりするんですけど、それは玉ひもが苦手な方で、僕全然そんなん平気なので、ちょっと洗っただけですぐ使っていきます。木綿豆腐1丁ですね、 300g で、たっぷりもやし 350g で39円のもやしなんですけど、これ半分 175g 使います。だから普通のもやしやったら1袋 200g と思ってくださればいいです。で、調味料ですね。みりん大さじ4で、醤油大さじ4、これ基本です。これが僕の基本ですね。で、好きな方はっていうか、もっと味を複雑にしたい方は鶏ガラスープの素とかハイミーとか味の素で、日本酒とか豆板醤とかいろいろ加えてくださったらいいです。焦げつかせるのが嫌なので、割り下ですね、先に醤油とみりんと水で割り下を作って入れておいて、その上に豆腐、好きな大きさに切ってくださればいいです。で、玉ひもも食べやすい大きさに切ってから入れてくれはるのも一つですけど、僕はもう食べ応え、大きく頬張った方がなんか食べた気がするので、そのまま全部入れちゃいます。で、もやしですね。で、入れたまま IH の位置で最低の温度でじっくりと時間をかけて作っていきます。で、この間にこれ以外の料理を作っているなら、それを作っていきます。1品目のかぼちゃのグラタンを食べてる間、IH の位置でほったらかしにして煮てたんですけど、上の部分は全然火が通ってないですね。ちょっと強火にして煮ていきましょう。どうしてもさらっと洗っただけなんで、体液とか血液が残っているので、だしも割り下と言っていいのかどうか分かりませんけど、作っただしも濁るし、ひっつきますね。豆腐焦がすのが嫌やし、ちょっと弱火にしましょうか。このままね、火が通ってくれたらいいんですが、ちょっと時間かかりそうですね。もうちょっとこれ煮ながら、なんか他のことしますかね。これで今日は2食で満腹なりそうな気もするんやけどな。ゆっくりと10分ぐらい弱で煮たら、完全に火が通りましたね。鶏もつとはもつはもつですからね、やっぱちょっと怖いですからね、きっちり火通しとかないと。はい、煮上がり完成です。あ、せや、ネギや、ネギかけておこう。彩りもそうやし、何よりも、あ、ネギがない、ネギ全部使っちゃった。あ、あったあった、よかったよかった、ネギあった。彩りがね、 YouTube で再生してもらおうと思うと彩りが必要ですからね。料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方はお気に入り登録をされてから離脱されてください。お願いします。本日2食目、鶏の玉ひものすき焼き、いただきます。いやいや、うまそうですね、これは。まずは主役である玉ひも、でかいね、玉ひもから。
おいしい。あ、ネギの風味、最後に加えたネギの風味が合う。うん、うまい。まあでも玉ひもの好きな人以外には気持ちの悪い食材でしょうけどね。うん、本当はね、煮つけてで常温まで冷まして冷蔵庫で冷やして味を入れた方が美味しい。余計な油一切ないですからね。玉ひもなんて油なんてないんで、冷やしても油が浮くことないから美味しく味が染み込んで、冷めた方がしっかりと味が染み込んだ玉ひもが食べれます。冷めて美味しい玉、すき焼きですね。ただまあ僕は腹が減ってるので翌日まで待ってる時間もないし、このままでも十分美味しいし、もやしと一緒に食べたらしっかりともやしに染み込んで味が感じられますから。ではゆっくりと食べさせてもらいます。一旦動画切ります。ああ美味しい、むちゃくちゃ美味しい。好きなもんばっかり食べてるからやけど、ただ順番はこれ一品目にすべきでしたね。ただまあ作る時間とかその焼いてる時間とかそんなんがあるんで、どうしても食べたいもんの順というわけにいかないんですけど、こっちが一品目でグラタンが二品目の方が良かったですね。うん、おいしい。あ、お汁もおいしい。うん、ただでも普通の鶏肉の方が出汁はよう出ます。玉ひもで出る出汁はやっぱり限られてますね。出汁を育てて使い回しリサイクルするんやったら普通の鶏肉の方が上でしょうね。でも玉ひもが好きもしくは嫌いじゃなくてがっつり量を取り食べたいんやったら2キロ580円680円か、こんな安い食材ってこの時代そうそうないですからね。あー美味しい。ああ幸せ、美味しい。本日2品目、玉ひもの紐を使ったすき焼き完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。